どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はトラストの反省を繰り返す中で気づいた塗りの重要性となります。トラストの塗りについては発売からちょっとずつ注目されていますが、実際のところ塗るとなるとかなり厳しいように感じます。ただ塗るだけならそれなりに塗れますが、塗る目的を考えるとかなり試合中に大きな恩恵が得られます。そこで今回は反省を繰り返す中で塗りによる恩恵やその活用法をまとめていきたいと思います。複数の反省をするのもいいですが、何かに絞って考えるのもいいので、その参考になれば嬉しいです。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず最初に確認しておきたいのは、弓の塗りは弱いということです。もう一度言いますが、弱いです。新武器ということもあり、塗り方やアプデの影響を話されますが、使ってる身としては毛が生えた程度という感覚です。実戦で対面する上では塗りの性能はそこまで高くありません。それくらい他の武器と比べると弱いです。ここまで言うのはあくまで他の武器と比べた時にという点を考慮してもらうためです。弓の塗りに関しては強いと発売から言われていることもあり、変な固定概念がついたなぁと正直思ってます。散々弱いと言っていますが、弓の塗りは盤面を整えるために使うのではなく、恩恵を活用するために使う必要があります。あえて弱いと言ったのは塗りの目的意識を考え直すためになります。塗りの強さイコール盤面管理という考えもあるかと思いますが、塗りができるイコール塗りポイントがたまるというふうに考えてみてもいいかと思います。塗りができるということは少ない攻撃回数で多くの塗りポイントをゲットできますからね。では塗りにおける恩恵は一体何なんでしょうか。塗りというと足場を整えるというものもありますが、弱い武器の場合は他も考えていかないといけません。トラストの場合はチャージしながら攻撃している時間が長いため、塗るタイミングが難しいです。結構シビアなタイミングだと思います。ではどういう塗り方をすると恩恵を得られるかというと、2つに絞られるかなと思ってます。まず1つ目は侵入口を防ぐという活用方法です。これは後衛のポジションとの関係性に基づいてます。後衛は基本侵入口に近い場所を守ることが多いため、デスすると一気に自陣が攻められます。それだけ重要な場所にいるということです。そのため攻撃をしながらある程度足場を整える必要があります。攻撃をして相手の侵入を防ぐという考えもありますが、隙間時間に数回周りをパシャパシャして整えるだけでも変わります。意外とこの行動をしているだけで足場の塗りが一定に保たれるので大事なんですよね。また2つ目のスペシャルを貯めることにもつながります。後衛は一定のポジションから攻撃をするため塗りポイントが稼ぎにくいという一面があります。そのためスペシャルの回数は低くなりがちですが、その中からなるべくスペシャルを捻出しないといけません。そのためこの侵入口やポジション周りを塗るということによってスペシャルを使う回数が増えます。さらにその恩恵によって生存率が上がる可能性もありますので、結果としてはいいタイミングでスペア攻めができるようになります。弱くても恩恵があるので塗りを活用するのが大事ですよね。恩恵の確認もできましたので、塗るタイミングについてもまとめていきたいと思います。そもそも塗るタイミングって難しいですよね。敵との距離感や状況によって大きく変わります。個人的には試合の均衡時でかつ敵前衛武器が離れているということが重要だと思ってます。ですが塗りの高度はだいたい3発ほどで周りにパシャパシャする程度でいいかと思います。これでうまくいけばゲージの 20-30% は溜まります。コツはうまくばらまかせて遠くに打つことです。試し打ち上で確認してもらうといいですが、9発でスペがだいたい溜まります。それを考えると隙間時間があればスペポイント稼ぎに活用したいですよね。その他のタイミングとしてはインクの回復時や回復前、その周りをパシャパシャしたり、ポジションを確保した時に周りを整えたりとか、それくらいでいいと思います。一番しておきたいのは高台下で敵インクで塗られてる時ですね。ちょっと離れたところから塗って整えるといいかと思います。
恩恵について話してきましたが、塗りについては防衛につながるという一面もあります。トラストを使っているとメインで敵を止めないといけないように感じますが、メインをうまく当てるにも足場は大事です。敵が動きやすい状態でエイムを合わせるのは非常に難しいです。そのエイムを楽にするのが塗りになるわけです。勝てる試合やエイムがいい試合は比較的足場が整っていることが多いと思います。それだけ敵の動きを制限できてるんですよね。敵視点で考えてもらいたいんですが、敵陣に突入する際に敵インクがあると侵入はしやすいでしょうか？基本的には難しいですよね。ですがそこにトツリイカちゃんはたくさんいます。その味方は一瞬で消されると思います。それだけ塗りは防衛の手段になるということです。塗ることは防衛にもつながる部分なので意外と大事なんですよね。さらにスペシャルも溜まりますし、攻撃に転じれる方法にもなります。人数不利の場合でも足止めが可能になります。塗りといってもそこからつながるものが多いので大事なことなんですよね。実際に X マッチで負ける試合を見ていると、足場を一切整えないチームのことが多いです。デスした隙に敵のインクで足場がなくなって終了という展開が多いです。トラスト一人でどうにかできる塗り力でもないので、最低限の塗りで防衛につなげる必要があるかと思います。それでは最後の塗りの注意点についてまとめていきます。塗りの注意点としては2つほどです。まずはあくまで場を整える方法ということです。トラストは塗り方で効率よく盤面を返すことが可能になります。ですがそれをしていると無防備になるため敵に狙われやすくなります。そうなると攻撃として役に立ちません。あくまで場を最低限整えてスペア敵の打開に備えるというのが大事です。もう一つは全部をきれいに塗ろうとしないということです。トラストの塗りについてはめちゃくちゃきれいに塗れる方法があります。ですが実戦で使えるかというとそこまでではないです。その余裕がないといった方が正しいですね。またスペシャルを効率よく溜め落とした場合、遠くに被らないように塗ることが大事です。3回くらいがいいというのは密度的な問題を解消するためです。また綺麗に塗ろうとしすぎるとインクかぶりでスペの増加が少なくなるからですね。塗りの効率を得るのか、塗りの恩恵を効率よく得るのか、どっちかを考えて使い分けるといいかと思います。はい、ということで今回はここまでとなります。トラストの反省を繰り返す中で気づいた塗りの重要性はいかがでしたでしょうか？塗りという言葉を聞くと塗りに徹するというふうに考えてしまうかもしれないんですが、その恩恵を受けることが大事だと思います。塗りという言葉一つにこだわらず、その裏の話をしっかり理解するといいかと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方、チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。